倍政権が誕生してから今回で21回目になるデモを、歩いてきました。安倍首相がこの前7月に、憲法を閣議決定で変えてしまう、そういう憲法違反の行為を行って、ますます憲法改悪、特に9条を変えて集団的自衛権を使えるようにしてしまうという動きが強まっています。皆さん、集団的自衛権が使われてしまったら私たちにどんな影響があるんでしょうか。これまで日本の憲法9条では、武力の行使はしないということを決めてきました。特に縛りになってきたのは私たちの国の自衛隊がイラク戦争やアフガニスタン戦争で海外へ行った時の武力の行使や戦闘地域での活動が制限されてきたということです。皆さん、集団的自衛権が使えるようになったら日本の自衛隊が海外に行って武力の行使をしたり戦闘地域に活動して血を流してしまう、そんな軍隊に変質してしまいます。私たちは自衛隊員の命も守りたいし、日本が戦争に巻き込まれて命を落としたり他国の人を殺すことが絶対にないように今アピールしながら歩いています。私たちの趣旨に賛同してもらえる方はぜひ一緒に歩いてください。それではコールをやります。
新基地いらない。